世界最初のコンピューターといわれるエニアックっていうものが作られました。でこのエニアック、大きさは縦30メートル、横 2.5メートル。はい、こんばんは、サディルーム斉藤です。今日は中三理科科学技術の13回目です。で前回これだけのものがこのスマホ1台に今は収まっています。そのぐらい科学技術が進化しているっていう話をしました。で今日はその科学技術の進化の一例としてコンピューターについて見てみたいと思います。で1945年第二次世界大戦が終わる年ですよね。その年に世界最初のコンピューターといわれるエニアックっていうものが作られました。でこのエニアック、大きさは縦30メートル、横 2.5メートル、高さ1メートル、重さは約30トンって言われています。もう倉庫か体育館のレベルです。それが1台のコンピューターです。でその倉庫一つ分、それだけ大きな1台のコンピューターでできる計算は今の電卓レベルだったと言われています。まあ、それでもこの70数年前、1945年にはまあすごいことだったんでしょう。そしてその倉庫レベルのコンピューターが使う消費電力は120キロワット、ワットでいうとそれの1000倍ですから12万ワット。この蛍光灯40ワットですからね。この蛍光灯が3000本分の電力を消費しました。ですからこれはまあ本当かどうかわからないですけど、このコンピューターで計算を始めるとその町全体の電気が一瞬暗くなったっていう話もあるくらいです。そしてその中には1万7000本の真空管とダイオードが7200個入っていたと言われています。それがはい、今はそのもう何万倍もの性能を持ったコンピューターがこの手のひらに収まるスマホで代用できます。もう代用というかもうこれの本当に数万倍の処理能力を持っています。そして、これはこの単元0の4 の, あの半導体の説明でしていますけど、最新の iPhone の中には一つの iPhone にトランジスタが15個入っていると言われています。ですからこの真空管でそのスイッチ機能0か1かを切り替えて計算していたのが、その代わりとしてトランジスタ、それももう今ナノメートル、もうわからないですよね。本当に顕微鏡でも見えない、電子顕微鏡で見えるかどうかっていうレベルのトランジスタ、小さい小さいトランジスタで0101の切り替えをして15個のトランジスタを搭載してこの中で計算をしています。でこのように今はコンピューター例に挙げましたけど、通信技術だったりロボット、交通、宇宙、医療、ナノテクノロジー、人工知能、バイオなどなど、こういう科学技術について過去現在未来についていろいろ調べてみると面白いと思います。例えばコンピューターでいうと過去エニアクっていう倉庫規模のコンピューターでも処理能力は電卓レベルで、今はスマホ、手のひらに収まるスマホで、前回の授業でやったように懐中電灯から地図から
パソコンの機能まで持っています。そして未来どのようなコンピューターができるかわからないですけど、例えば目の中にコンタクトレンズ型のコンピューターを入れておくと、もうそこに知りたい情報が全部出てくるとか、そういう未来も考えてみると面白いんじゃないかと思います。ですがそれ以外通信技術、例えば昔はのろしを上げていましたよね。山から見えるその炎で向こうの情報を知る、そのうち今度伝書鳩で送るとかで電話になりインターネットになり、それが今 4G から 5G に変わろうとしている。で 5G が 6G、7G ってなってくると、どのような通信になっていくのか、そのあたりを過去現在未来比較しながら考えてみると面白いと思います。ではこれで今回3年生の科学技術の授業は終わりです。次回復習テストをしたいと思います。では今日の授業は以上です。